すごい取って取られの試合展開だったので、まあ、楽しかったです、まあ、次もですね、明日もですね、対戦控えてますけど、熊本の試合あると思うんですけど、意気込みをお願いします。今日の試合展開のようにやっぱりトップカテゴリーっていうだけあって、やっぱり全然簡単な試合にならないので、まあ、明日も、しっかり勝つことを目的に、ただ、内容にもしっかりこだわって、簡単な試合にはならないは分かってるけど、しっかり一点一点積み上げて、自分たちで、まあ、楽にと言ったら言い方ちょっと語弊があるかもしれないけど、試合内容的にしっかり楽に積み上げて、勝って終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。